大きみ愛を描くは、2018年3月3日から2018年5月6日まで、韓国、テレビ朝鮮の TV 朝鮮週末ドラマ枠で放送された、テレビドラマ、全20回。李氏朝鮮時代、後の第7代王政祖になる、主要大きみと弟の阿ビ大きみの兄弟王子の争いをモチーフに、一人の美女をめぐる三角関係を描いたロマンス時代劇。 朝鮮王朝のある国王の時代。国王の弟うん孫、王貴美子とイフィは、男性な顔立ちで心優しく、教養もあったため皆から愛されていた。しかし彼のすぐ上の兄のちにゃん、王貴美子とイガンは幼い頃に、病弱な長男の大井継承を脅かさぬよう求廷を出され、家族と離れて育てられたため、フィとは、正反対の野心家になった。そして、カンは、 フィのことを妬ましく思っていた。ある日、お忍びで町に出かけたフィは一人の美しい女性と出会う。彼女は、朝廷の重心の霊場茶ヒョンで、花嫁修行を抜け出していた。二人はたちまち惹かれ合うが、菅も茶ヒョンに一目ぼれする。やがて、国王の病が悪化する。するとカンは狡猾な叔父のヤンアンタイ君と組んで、多い継承者である幼いおいから王座を奪い、さらに、茶氷を、 我がものとするため動き出す。フィは、茶ンを守るため、カンと戦うことを決意する。ここに、大井継承と一人の美女をめぐる二人の王子の、熾烈な戦いが始まる。左から、チサン,ウクジンセヨ人生四、ユンシユン。日本では、不滅の恋人のタイトルで、2018年8月17日から、衛星劇場で、2019年3月3日から7月14日まで。 NHKBS プレミアムで毎週日曜日21時 -22、00に日本語吹き替えで放送された後、2019年8月4日から12月29日まで、NHK 総合テレビで毎週日曜日23時 -24、00に放送された。2020年は6月19日から7月16日には、テレビ、東京関流プレミア枠で放送された。 ありがとうございます。